皆さん、こんにちは。文部科学省国立教育政策研究所所長の永山と申します。えっ、ー、と、令和4年度教育研究公開シンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。現下の状況から、今回もオンラインでの開催とさせていただきました。まず皆様、大変お忙しい中、大勢の方々が本シンポジウムにご参加くださることに、心ここより御礼申し上げます。どうもありがとうございます。 国立教育政策研究所では学力アセスメントの在り方に関する調査研究プロジェクトを令和3年度から来年度までの3年間の計画で当研究所の教育家庭研究センター及び教育データサイエンスセンターを中心に進めています学校教育はギガスクール構想による1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークの整備が進む中大きく変貌しつつありますまたピザ ティムスという国際学力調査は紙による調査ではなくコンピューターを使った調査 CBT が標準となりつつありますこうした状況などを踏まえまして我が国においても毎年小学6年生中学3年生を対象に実施している全国学力学習状況調査の CBT 化に向けた取り組みが進められてきていますさらに政府の方針として教育のデジタル化や 教育におけるデータの効果的な活用、政策立案への反映などの重要性が強調され、文部科学省でも教育データの利活用による学び、指導支援の充実、EBPM の推進などに取り組んでいます。学力アセスメントの在り方に関する調査研究はまさにこうした動向に対応したものです。今回のシンポジウムのテーマは、学力アセスメントの動向と展望、c b t 化に向けてと、 しましてまず、基調講演として、大学入試センターの大津様より、全国学力学習状況調査の CBT 化検討ワーキンググループの最終まとめの紹介も含め、全国的な学力アセスメントの展望や課題についてご講演をいただきます。次に、公的学力アセスメントをめぐる国際動向につきまして、OECD の池田様より、OECD ・生徒の学習到達度調査、ピザの進化、 特に CBT 化の観点からというテーマでご講演をいただきます。また、京都大学の石井様より、アメリカの公的学力アセスメントと日本の学力調査の CBT 化に向けた論点提示をいただきます。そして、締めくくりとして、これからの学力アセスメントについて、学力調査に関わる様々な立場の方にご参加いただきまして、パネルディスカッションを予定しています。 えと全体で2時間ほどのプログラムになります、えー。本日のシンポジウムが皆様にとりまして、学力アセスメントに関する連論点や、今後の展望を整理、共有する上で有益な機会となり、これからの日本の教育の質の向上に生かされ,るも生かされますことを切に願っております。 最後になりましたが、本研究所への引き続きのご支援をお願いいたしますとともに、皆様方の一層のご活躍を記念し、開会にあたってのご挨拶をいたします。ご清聴どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。